でこちらが質疑応答時3本目のマイクになります。マイクチェック、マイクチェック、質疑応答時のワイヤレスのマイクになります。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。以上マイクチェックになります。もう少々お待ちください。
皆さんこんばんは、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます、また大会期間中はサムライブルー、そしてサッカーの情報をさまざまな形で発信していただきまして、誠にありがとうございます。重ねてお礼申し上げます。ただいまよりサムライブルーの帰国会見の方を始めさせていただきます。はじめに登壇者の方を私から紹介させていただきます。公益財団法人日本サッカー協会会長の田島光三です。ありがとうございます。同じくサッカー協会技術委員長の反町康晴です。こんばんは。サムライブルー監督の森保はじめです。こんばんは。そしてサムライブルーのキャプテンを務めております吉田麻也です。それでははじめに会長の田島理皆様に挨拶を申し上げます。田島会長お願いします。ありがとうございます。このように多くのメディアの方々にお集まりいただきましたことを感謝申し上げます。そしてベスト8にあと一つもう一つで届かなかったこと、本当に残念な気持ちにさせてしまったことを申し訳なく思っています。ただ森保監督以下コーチングスタッフそして選手たちは持てる力を全て出し切ってくれました。日本サッカー協会会長として森保監督選手たちを誇りに思い彼らにも感謝したいというふうに思います。そして多くの方々がテレビやそしてラジオさまざまな媒体で見て応援してくださったこと、そしてドーハへ来て応援してくださった方々、本当に多くの方々がこの日本代表の試合を見てくださった方、関心を持ってくださったことを改めて感謝したいと思います。間違いなくその声援が選手たちに伝わりいい結果につながったというふうに思っています。そして私たち日本サッカー協会は昨年100周年を迎えました。これまで100年にわたる歴史そして多くのものを積み上げてくださった諸先輩方、そして戦争や自然災害を乗り越えてサッカーの火を消さずに続けてくださった方々に感謝したいと思います。またキリン様、アディダス様はじめとするスポンサー、パートナー企業の皆様には私たちを応援してくださったことを感謝申し上げたいと思います。 JFA には JFA2005年宣言という私たちのミッションステートメントがあります。サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する、これを理念とし日々活動しているところです。そしてビジョンには日本代表を強化して多くの人に希望と勇気と希望と感動を届ける、このことを歌っています。まさにビジョン、私たちはこうありたいというそのビジョンをこの森保ジャパンが実現してくれたというふうに思っています。改めて感謝するとともにこのようなミッションステートメントをしっかり私たちは継続して伝えていかなければいけないというふうに思っています。ジャパンズウェイ、2006年から日本サッカー協会はジャパンズウェイ、これは日本人だけでやろうとかそういうことではありません。日本の素晴らしさ、良さを理解しそしてそれをしっかりと伸ばしていく、それは育成年代からしっかりやっていこう、そのことを我々考えながらずっと活動してきました。この2005年宣言も含めて継続してやっていくことの大切さ、しかもこれはただ続ければいいだけじゃなく本当にやろうということを思ってやること、これが大切だということを改めて感じたところです。2050年までにはワールドカップをもう一度日本でやり、そしてそこでは優勝するチームでいたい。今回やっている選手たちもそれに少し近づいた。2005年に発表した時には何言ってんだとほら吹き上がってぐらいに言われたのが、今それが着実に前進しているということを2018年そしてこの22年のこのカタールのワールドカップで
それを実感として分かるようになってきたというふうに思っています。このことはしっかりどなたが監督になってもどなたが会長になっても統治を渡し続けていかなければいけないことだというふうに思っています。長友君がブラボーという言葉を言ってくれました。ヨーロッパや欧米ではよく使われる言葉ですが、身近に起こったこと、いいこと、そういうものを本当に素直にブラボーって言える、そういう世の中になってほしいと思いますし、自分の夢を堂々と語る、それが当たり前の、日本になってほしいと改めて思ってます。最後に人を信じることの大切さ、森保監督、選手たちを信じるからこそその力が発揮できるんだということを今回改めて学ばせてもらいました。本当に多くのことを感謝したいと思います。改めて多くの国民の皆様、多くの関係者の皆様に、ありがとうという気持ちをお伝えしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして反町委員長お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ナショナルチームダイレクターを兼務しておりまして、今回は団長として最初から最後まで責任を持って帯同させていただきました反町です。よろしくお願いします。この結果を、やはり残念だというふうに捉えております。ベスト16からベスト8への壁、高いようで、低くも見えるし、低いようで高くも見えるし、まさにそうした戦い方をクロアチア戦ではしたかなというふうに思ってます。この大会を通じてのまずワールドカップまだ続いてますけども、全体の総括もすると同時に日本の戦いも当然ながら総括をして、しっかりと検証して、今後の日本のサッカーまたは世界のサッカーの潮流をしっかりと見ながら、我々はよりスピードアップして進化させていきたいというふうには考えております。ずっとそのドーハにいましたので、なかなかこの日本の温度感というか分からないのが現状なんですけども、本日成田空港に着きまして、たくさんのメディアの方々と、そして多くのサポーターの方々がお迎えにあたっていただきまして、やはり我々のやっていることをしっかりと評価してもらったのかなと思って非常に嬉しく思っております。ただこの火をですね、消火するわけではなくて、消すわけではなくて、より普及を含めたサッカーの熱をより上げていけるように、JFA としてはいろんな施策を考えながらよりパワーアップして今後もやっていきたいなというふうには考えております。たくさんの方々が、日本時間ですと夜中の試合もあったと思います。そうした中、眠い目をこすりながら応援していただいたサポーターの方々、ファンの方々、そしてステークホルダーの方々、本当に感謝申し上げても申し上げきりません。我々は今後いろいろなサッカーの活動を通じて感謝の気持ちを込めながら活動してまいればいいかなというふうには考えております。以上です。はい、ありがとうございました。では森下監督お願いいたします。皆さんこんばんは。お忙しい中、我々の、帰国を温かく、迎えていただき、そして、記者会見に足を運んでいただきありがとうございました。まずはこれまでの我々の活動、そして、ワールドカップでの我々の、活動に、たくさんの方に、応援共闘、していただいたと思いますので、
サポーターの皆さん、そして、国民の皆さんに、我々の活動、そしてワールドカップでの戦いに、応援、共闘していただきありがとうございましたということを、感謝の気持ちをお伝えできればというふうに、思っています。現地カタールで、応援してくださったサポーターの皆さん、そして、メディアの皆さんを通して日本から、熱い、共闘の、エールが、届いていたおかげで、我々はそして選手は、心強く勇気を持って、世界に挑むことができました。本当に皆さんの応援のおかげで、チームのエネルギーになったことを、お伝えできればなというふうに、思っています。我々は、このワールドカップに、挑むにあたり、日本人の魂を持ってそして日本人の誇りを持って日本のために戦って日本のサッカーの価値日本の価値を世界に認めてもらうということを、共有しながら戦ってきました。その気持ちを、サポーターの皆さん国民の皆さんと、共有しながら、世界の舞台で、戦えたことは、非常に、嬉しく思っています。我々の活動を通して、そして選手の活躍を通して、国民の皆さんに、夢や希望そして、日常の活力となる元気や勇気や根気をお伝えできればという、ことを、考えて、活動し選手も頑張ってくれました。今回の、この我々の、戦いが日本の国民の皆さんに、喜びと活力を、もたらすことができていれば本当に、幸せです。選手たちは個の良さと、団結力を持って、世界で戦えるところを、示してくれたというふうに思いますし今回我々だけで戦ったのではなく、チーム、サポーター、国民の皆さん、日本が一丸となって戦えば世界と戦えるどんな相手も倒していけるという力が持てるということを、国民の皆さんと共有できたら本当に、嬉しいです。選手たちは、ここにいるベテランの、経験のある、選手たちが、チームを支えそして、今回26人中19人が、ワールドカップ、で、初めての、経験をするということ、ベテランがチームを支え若手が躍動するということ本当にチーム一丸となって、結果としてそして、活動として、お見せできることができて、選手たちにはありがたく思っています。私がここで、言いたいのは、本当にベテランの力もちろん、まだまだ、大切ですしこれまで引っ張ってくれたことに、感謝はつきませんけど若い選手、経験のない選手でも日頃しっかりとしたことをやっていればできるんだっていうことを、勇気を持って自信を持ってプレーしてくれたことが日本の若者に、より伝わっていくと嬉しいなというふうに思います。日本の若い人たちも素晴らしい力と可能性を持っていると思いますので、我々日本代表の、選手の姿を見ていただいて俺たちもできるという、自分たちの可能性を信じてそして自信を持って、また、成長して、いってもらえたら本当に嬉しいというふうに思っています。
我々は、目標とする、ベスト16の、壁を破ることはできませんでしたが、新しい景色は、見ることはできませんでしたが、選手たちが新しい時代を見せてくれたというふうに思っています。しかしながらまだまだ、新しい時代の、入り口にしか、過ぎないというふうに思っています。これから我々が世界でより勝っていくためにも、国民の皆さんの、後押し、そして共闘が我々の力となります。今後とも一緒に我々と戦っていき、世界の壁を、乗り越えてみんなで、喜べるように、なっていければというふうに思います。これまでの応援、ありがとうございました。そしてこれからも、日本のサッカーは日本の社会に貢献できるように、精一杯頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後に吉田選手、お願いいたします。何を話していいかもう十分すぎるぐらい出尽くしちゃってると思うんですけども、試合後に泣きすぎて、そこから体調を崩して、今すこぶる体調が悪いんで結果が自分たちが目指すところにたどり着かなかったですが、監督がおっしゃられたようにチームが一丸となって戦いましたし、結果が出てないのにこういうこと言うのもどうなのかなと思いますけど、本当に今までで一番短いワールドカップだったんですけど、一番楽しかったです。で、日本からもたくさんの、メッセージが僕自身にも届いて、でみんながすごく応援してくれて、その中で日本代表としてプレーすることっていうのは本当に素晴らしいことだなと、でかけがえのないことなんだなというのを毎日かみしめながらトレーニングに励みました。一日も長くチームメイトとスタッフとこの仕事を続けたかったですが、残念ながら、このチームはここで解散してしまいますが、お三方おっしゃられているように、ここでやっぱり歩みを止めてはいけないと思うので、この次大きな大会としてはアジアカップがありますし、過去2大会、僕自身も出場して、タイトルを逃しているわけで、やっぱりもう一度ここからアジアカップというアジアのタイトルを取り返して、まずアジアの頂点に立って、その後パリ五輪もありますし、そこから最終予選が始まり、また次のワールドカップへとこう戦いが続いていくわけで、これからもずっとこの戦いは続いていくし、サッカー選手である以上、毎日この戦いに打ち勝っていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってます。その中で今大会を通して一人でも多くの子どもたちがこのフットボールを好きになってくれて、また J リーグを盛り上げて、日本のサッカーが少しでも一回りでも二回りでも成長していけば、自分もこうその一端を担えたというのがすごく嬉しいですし、もっともっとこれからも担っていきたいなと思います。皆さん本当に応援ありがとうございました。ありがとうございました。それではここからは質疑応答の時間とさせていただきたいと思います。まずは、代表質問としてテレビ朝日の三谷さん、お願いいたします。代表のテレビ朝日アナウンサーの三谷紬です。はじめにこの大会で本当に日本に大きな感動を届けてくださってありがとうございました。とても勇気をもらいましたし、日々の活力になりました。
今日はすごくお疲れのところこのようにご対応いただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。では質問に移らせていただきます。まずは森保監督と吉田麻也選手に伺います。日本に到着したときに空港に多くのサポーターが詰めかけていたと思います。あの光景を見て率直に日本に帰ってきてどのように感じられましたか。森保監督からお願いします。はい、まずは、我々はカタールで、戦っていたので、メディア上での情報は多少知っていましたが、こんなに、日本の皆さんが喜んでいただけているとは思っていなかったので、空港で、驚きを感じました。そして、我々の活動がそして、選手の、勇気を持って戦う、姿勢粘り強く戦う姿勢を喜んでいただけて、本当に嬉しいなというふうに思いました。我々の方が本当はありがとうという喜びの気持ちなんですけど、温かく、出迎えていただき、本当に幸せな気分になりました。ありがとうございます。吉田選手もお願いします。いや僕も同じでとても幸せな気持ちというか嬉しいです。素直に嬉しかったですし、まあ、本当だったら、ね、一人一人と握手したいぐらいですけども、まあ、こういう世の中なので、過去2大会、まあ、僕3回目のワールドカップでブラジルの時もすごく盛り上がってたし、ロシアの後ももちろん盛り上がりはあったんですけど、今回よりこう苦しい時期をみんなで乗り越えてきて一緒にこう戦ったという気持ちが強いので、まあ、自分たちもそこをキーワードにしてやってきてたので、なんかこういう一体感というのはすごく嬉しかったですね。ありがとうございます。で続いてもお二人に質問です。ワールドカップを戦ったサムライブルーが今日で解散となりますが、最後に選手スタッフにどのようなことを伝えたのか教えてください。森保監督からお願いします。はい、そうですね、伝えたことはまあ、いろいろありますが、まずは我々がこれまで活動してきた、過程の中で、その場にカタールになかった、選手たちが道をつなげてくれ、そして、日本のサッカー、ファミリーの皆さんが道をつなげてくれ、そして、国民の皆さんが、道をつなげてくれたということに、感謝をして、幸せなこの、素晴らしい大会ができたということを締めようということを話しました。そして、今後の、日本のサッカーの強化として、もちろんチームの活動はありますが、選手個々が個の能力を上げることが日本の強化に一番つながるというふうに思いますので、選手たちには高い基準を持ってより高いレベルでプレーをすること、そしてワールドカップ基準という世界で勝つために何をすればいいかということを常に持ち続けて成長していってほしいということを伝えて終わりました。プラス、この、強さは、もちろんですけど、もうチームの団結力、そして一体感、つながる力というのは日本の良さだと思うので、そこはこの強さで忘れないように、はい、持ち続けてほしいということは、はい、伝えました。選手もお願いします。チームに言ったことですね、はい、チームに伝えたことですね。何言いましたっけ、まあ、そんな大したこと言ってないですね。国のために、まあ、これからも
ちょっと感情的になっててあんまり何言ったかちょっと覚えてないんですけど、まあこんなに日本代表で、まあ、ほとんどの選手は20代で、そんな若くしてこう日本自分の国を背負って仕事ができるなんてことはめったにないことだと思うので、しかも自分の好きなサッカーで自分の国を背負って戦えるっていうのは本当に誇り高き仕事だと思ってます。なので、まあ、みんなにも、まあ、こんないい仕事はないよと、まあ、これから、まあ、次の大会から予選の形式なんかも変わって出場国も変わってくるので、もしかしたらだいぶこうレベルの違う国と戦うこともあるかもしれないし、その中で移動が出てきたり、あの自チームでの戦い、まあ、監督もおっしゃられたように高いとより高いところに身を置かなきゃいけない。ただ日本はこのヨーロッパとの物理的な距離もあって、やっぱ移動だったりってのはすごい大変になってくるんで、まあ、その中でこうもう一回日本大変な時こそ日本を代表して戦うっていうことがどんなに素晴らしいことかっていうことをかみしめて戦おうという話はしましたし、あとはそうですね、これからこう注目度が高まるので、みんなたくさん日本に帰ってくる選手が多いので、たくさんメディアに出て露出を増やして、あのまたこのサッカー人気を加速させようということでみんなにもお願いしたので、あのメディアの皆さんもぜひ若い選手たちにオファーをどしどしお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございます。では最後に森保監督に質問です。悲劇の地ドーハが今回のワールドカップを通してどのような場所に変わりましたか？そうですね、順位的な、歓喜にはなりませんでしたけど、選手スタッフと、最高の準備と、全力を尽くすことができましたし、国民の皆さんと、サポーターの皆さんと、チームが一体になって、ワールドカップ、優勝経験のある、国を、破ることができたりと、本当に素晴らしい、経験をすることができたというふうに思います。ドーハの、悲劇から、ドーハの歓喜を味わわせていただきました。代表は以上です。それでは、続きまして質疑応答の続きさせていただきます。ここからは挙手いただいた方に、マイクの方をお渡しいたしますので、ご質問の前にお名前の方を名乗っていただいた上でご質問の方をお願いいたします。それではご質問からでしょうか。では一番前列の黒いジャケットを着ている方お願いいたします。ニコニコ動画の七尾と申します。素晴らしい試合本当にありがとうございました。お疲れ様でした。森保監督と田島会長に一問ずつ質問させてください。まず森保監督に、吉田キャプテンを中心とする選手の技術投資とですね、森保監督の戦術で着実に勝利をつかんできた中でですね、最後のクロアチア戦なんですけれども、PK のキッカーを立候補制で、その決めることをその時まで知らなかった選手もいたようです。監督の中でですね、PK 戦というのはどのような位置づけだったのか、今後どう克服していくべきなのか教えてください。そうですね、まず大会を通して、の戦いの中で、いろんな戦術、戦略を、考えていくということで、我々、コーチングスタッフが、大会の全体像、そして目の前の一戦にどれだけベストを尽くせるかと、勝利を目指して戦えるかということを考えて、
チームの準備を進めるという中で、選手からの、選手目線で、感じることを、吉田麻也キャプテンが、選手から意見を、聞いて、我々に、伝えてくれる、それを一旦、受け取って、我々が、立てた戦術戦略から、選手の意見を、生かして、そして、チームとしての、戦い方を、選手にフィードバックするということで、これまでの活動そしてワールドカップでも一戦ずつ目の前の試合に勝利するという目標を持ちながら戦いました。そしてまずは監督がすべて決めるという部分においては最終決断はもちろん監督の責任として私がやってきましたが選手たちは今回の大会でも、おそらくですけど思い切って戦えたのは、コーチ陣が本当に、いい準備をしてくれて、試合に向けての、トレーニングを考えてくれるそして、選手たちのチーム戦術の把握そして個々の役割を把握してもらうことの、ミーティング資料、映像の資料等々本当に、身を粉にして、準備してくれて、選手たちに絵を、持たせてくれたことが、選手たちは思い切ってプレーできることにつながったのかなというふうに思っています。そしてそのベースから選手たちが状況に応じて、対応力を発揮するということ、ピッチ内で、キャプテンをはじめとして、非常にいいコミュニケーションを取りながら、臨機応変に戦ってくれたと思います。最後の、PK 戦に関してですけど、その戦い方という部分で、監督が決めるという部分チームで、順番を決めるということは、準備はしていましたがこれまで我々というか私がやってきた中で毎回同じ PK 戦の戦い方をしていたので今回も同じような形を取ることにしました。こうやってあとあと結果をつかみ取れなかったということにおいては、そして選手に責任を負わせてしまったということにおいては、私が全て決めた方が、選手にとっても、良かったかなという部分もありますし、結果もひょっとしたら違ってたかもしれないというたらればということはありますがまずは自分たちがやってきてトレーニングもしてましたし、そこに自信を持って最後、気持ちを込めて、PK を蹴ってもらうという、ことで判断を、しました。で PK を蹴ってくれた選手に関しては、本当に勇気のある、決断をしてくれたなというふうに思っています。口から心臓が飛び出るぐらい、緊張とプレッシャーの中、選手たちが勇気を持って自分がチームを勝たせる日本に勝利をもたらせるという日本のために戦ってくれたその勇気をまずはたたえたいというふうに思いますし PK 戦を見ていただいた方々が日常生活に反映させていただき失敗を恐れず、勇気を持って、チャレンジすることが大切なんだという、ことを感じて、もらえると、嬉しいと思います。
ちょっと補足していいですか。ちなみになんですけど、全く同じやり方でニュージーランドにオリンピックで勝ってるんですよね。だから僕がこのやり方が間違ってたとは特に思わないんですけど、そのメディアを見ると事前に言っておくべきだったとか決めておくべきだったっていうのはあるんですけど、全部結果論じゃないかなっていうのはあって、逆にニュージーランドの時はそんなことは一言も出なかったし、負けたからフォーカスされてますけど、そのやり方に関して、まあ、僕はそこに間違いがあったとは思わない、選手側としては思わないです。ありがとうございます。実は私の質問の本筋もそこにありまして、田島会長にお聞きしたいのはですね、南野選手が所属していたリバプールではですね、PK を含むプレスキックに関する最先端のシステムが導入されていたと、練習の時からですね、ベスト8以上に行くためには必然的にこれ PK 戦にはどうしてもなる可能性がこれ出てくるわけなんですけど、今後のこととしてですね、PK の精度はもちろんですが、選手のご負担とかプレッシャーをですねより少なくしていくための投資、最先端のシステムの導入について今後ご検討するお考えがあるかお聞きください。ありがとうございます。そういう最先端のところっていうのは、これは技術委員会がしっかりと考えて取り入れていくものだというふうに思ってます。残念ながら今その情報って私自身も知らなかった。ただ一つ言えるのは、どんなに最先端な情報でいろんな情報が来ても、PK 合戦の場でそこでプレッシャーが和らぐかどうかっていうのはちょっと私としては想像がつかないっていうのがあります。ただもう最先端のトレーニングや最先端の練習方法、そしてそういう科学的な情報をどう取り入れていくかっていうのは、これは監督そして技術委員会がしっかりとやっていかなければいけないことだというふうに思っています。映らせていただきます。2列目の黒いニットの方お願いします。広島の中国新聞の記者で山本といいます。森保監督にお伺いできればと、今回日本でテレビで見せていただいて、ロッカールームであったりホテルであったり、多分過去のオリンピック、ワールドカップでは、見られないような場面もものすごく新鮮に僕ら見せていただいたんですが、これに関してそこまでという目で見たんですけど、その意図っていうのをもしあれば教えていただければと思うんですが。内部の映像が、一般に流れるってことですよね。はい、JFA TV。はい、そこに関しては、JFA の、皆さんが、よりサッカー、の素晴らしさを、国民の皆さんに、サポーターの皆さんに見ていただこうということで、計画、実行していただいて、で我々は、いろんな提案をサッカーの素晴らしさを伝えるための提案を、どこまで、カメラが入ってくるということを、事前に、いろんな質問を受けた中、できる限り、自然体で、全てを見ていただこうということで、はい、世の中の皆さんに、見ていただいてます。戦う、 こう表側だけ表面上にこう出てくるものだけではなくて、それだけでも選手が一流アスリートとして、戦うというところ、チームが、世界に挑むというところは、間違いなく、素晴らしいというか見ていただいて、心を動かしていただけるとも思いますが、より内部を見て、選手たちがどんな努力をしてるんだろう、どんな準備をしてるんだろう、だからこういう素晴らしいプレーができるんだっていうことを、
いろんな方々に、多くの方々に見て、いただけるのは嬉しいなと思います。選手たちの見せるプレーの努力は本当に、大変な努力を積み重ねてきて、そして素晴らしい、ここのパフォーマンス、チームのパフォーマンスになっている、ところが、より多くの人に、伝わっていれば、はい、嬉しいと思います。ありがとうございます。そしてその中で、監督はあんまりコメント力ないんですけど、キャプテンがすごいコメント力があるんで、はい、本当に、サッカーに夢を持ってもらえる、子どもたちが多く、なったと思いますし、ここにおられる、大人の皆さんも、夢であったり希望であったり、日頃の大変な、生活されている中、励ましのメッセージを受け取っていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。では3列目のスーツの方お願いします。日本放送の大泉健人と申します。吉田選手に伺います。吉田選手、今大会初めてキャプテンとしてワールドカップ臨まれたと思いますけれども、若い選手が多い今大会のチームの中で、吉田選手の先輩にあたる長友選手、川島選手、非常に先輩方の存在が心強かったと思うんですけれども、特に長友選手はプレー面以外でもブラボーという言葉でチームを盛り上げたり、日本国内もそれで大変盛り上がってましたし、あとドイツ戦勝った後も吉田選手と長友選手ハグしている姿、すごく印象的でした。改めて今大会通した上で、吉田選手、その長友選手であったり川島選手、先輩方の存在というのはどう感じていましたでしょうか。共に代表でプレーしてきて10年以上が経ちますけど、2人とも本当に真の強い男だなと思います。で、彼らというか僕も含めてですけど、チームに与える影響というのはやっぱり少なくなくて、それはいい面も悪い面もあると思うんですけど、やっぱり常にこういい面をいい形でチームに影響力を与えてくれたんじゃないかなと、だからこそ監督も、そこのを理解して、長友選手や川島選手にいろんなこう役割を与えていたと思いますけど、やっぱ年が上になればなるほど若い選手の方がいいんじゃないかとか、もういいだろうとかって言われると思うんですけど、やっぱサッカーってチームスポーツなので、その中でいろんなバランスが必要になってくる。やっぱり川島選手がこう練習場いるとクッと引き締まるんですよね。で、長友選手がボール回しにいるとやっぱり盛り上がるんですよ。そういう熱量を彼らは持っていて、僕自身もそこに大きな影響を受けましたし、間違いなく若い選手はそういう姿を見て、一流の選手とは長く代表でやるにはっていう考え方をこう身につけていくんじゃないかなと思いますし、同時に日本代表でプレーする仕事をする意味だったり覚悟っていうのを学んでいくことができるんじゃないかなと思います。なので、僕自身も非常に感謝してますし、若い選手も間違いなく感謝してるんで、本当にブラボーな役割だったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。では奥のグレーのジャケットの方お願いします。フリーランスの吉崎と申します。反町委員長に伺います。
2020年3月からこのお仕事をされてきて、まあ、非常にこの多種多様なリーグに選手代表選手たちが所属している中、それを招集していく作業というのが非常に複雑だったのだと想像するんですが、その中で、森保監督が、まあ、国内の監督だった、外国人でない国内の監督だった、まあ、それがゆえにこうコミュニケーションが取りやすく意思の疎通がしやすかったという面があったでしょうか、なかったでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、それももちろん、あると思います。まあ、コロナの影響を受けて、まあ、活動もしくは大会含めリスケの嵐でした。でそういう時に、次の予定がここに入りそうであるとか、それに伴ってここのインターナショナルウィンドウが開くので、まあ、強化親善試合を行いたいというタイミングがやっぱりあるわけなんですけども、まあ、その時って本当に1日2日で大きく情勢が変わることもあるんですね。でそういう時に、タイムリーに連絡を取れて、で、まあ、もうお互いに24時間体制で、ヨーロッパタイムでそういう質問がとかそういう問い合わせが来た時にもすぐに答えれるようにお互いにやってきたつもりではいます。ですので、それに対するリスポンスが非常に早かったというのもありますので、まあ、強化の点においては非常に、対戦相手とかそういうのも含めて非常に良かったと思います。ちなみに、まあ、ブラジルとの、まあ、国立競技場で強化試合も行いましたけども、まあ、それもかなり早い段階で、マッチメイクすることがある程度決まってましたし、でそうした意味ではコミュニケーションを迅速に取れるという意味では本当に良かったかなというふうに思ってます。で当然ながらワールドカップ予選も、まあ、私が来た時にはもうずっとコロナの状況、まあ、ちょうどコロナがスタートした時だったので、もう本当に、まあ、私はまだその最終的なところを伝えるところだったんですけども、事務方がもう本当に、リスケの嵐で、決まったことがまたすぐ覆されてまた延期になるという中で本当に一生懸命やっていただいたのが結局歩みを止めずに、海外組だけでヨーロッパで活動したこともありますし、まあ、それが最終的にはワールドカップの出場を決め、そしてこの本大会のここまでつながっているのではないかなと思っています。はい、以上です。ありがとうございます。では中央のジャケットの方お願いします。日本経済新聞の前田と申します。森保監督と吉田麻也選手にお伺いしたいんですが、この大会を振り返って一番印象的だったシーンについて、お聞かせください。よろしくお願いします。僕は2試合目のコスタリカ戦のハーフタイムに監督がブチ切れたところが一番印象的でした。私ですか。どうリアクションしていいのかな。ちょっと分からずでしたけど、はい、だいぶピーっていう音が入りそうなんで、はい、今度個別にお伝えします。そうですね、印象に残ってるってもういっぱいなく今、シーンが出てきますけど、やはり最後の
クロアチア戦の試合が終わってからの選手たち の思いが、出てたシーンがすごく、はい、思い出されます。悔しい思いをする選手、涙、してる選手、ということそこを見ていてこの、ロシアのワールドカップからこのワールドカップに向けて本当に選手たちが、ワールドカップで、ベスト16の壁を破るんだっていう思いを強く持って、戦ってくれた、そして結果、その目標を達成できなかったといった結果を目の当たりにしてのリアクションは、本当に忘れられません。私自身も強い覚悟を持って、大会にそしてこのカタールのワールドカップに挑んだつもりですけど選手たち の表情を見てると本当により強い覚悟を持って、世界に挑まないと、いけないなというふうに思いましたし、プラスその選手たちができると思って、その場にいて悔しさを表してたと思うので日本のサッカーが必ず、ベスト16の壁を破って、いけるというそういう気持ちにさせてもらいました。そうですね、選手たちは精一杯戦ってくれてましたけど、相手の、選手との対峙したときに、局面で少し、上回られるところがあったので、より強い気持ちを持ってより相手より強い気持ちを持って、戦うということ今ここで言葉にすると多分僕はハラスメントで、問題になるかもしれないので、はい、言えませんけど、まあ、そういうことを、はい、話しました。まあ、本当に今も言いましたし選手たちは強い気持ちを持って、覚悟を持って戦ってくれてますけどでも自分たちが戦ったではなくて相手に勝っていかないといけないのでそこはもっと上回っていけるようにということで選手たちにはより、強い気持ちで、伝えました。技術や戦術というところ、もちろん、おろそかにしてはいけないですし、絶対に準備しておかなければいけないですけど小手先の、策で、世界の強豪に、勝っていこうと思ったらそこはもう大きな間違いであってやはり、強くなりたい、上手くなりたい、勝ちたいという気持ちから技術、戦術をしっかりと持つ、最後には我々の方が勝って、目標を達成するその試合に絶対勝ってサポーターと喜ぶんだっていう強い気持ちの、ある方に、ボールは転がってくると思いますし、奪えると思いますのでゴールも奪えると思いますのでそこを選手たちには伝えました。ありがとうございます。では次で最後の質問とさせていただきます。一番奥の日刊スポーツのと申します。田島会長に2つ質問があります。1つは真面目な質問で1つはちょっとふざけた質問です。以前なでしこジャパンが、ワールドカップで優勝しました。その時はもう女子サッカーっていうのがものすごく盛り上がってでしばらくしたら女子サッカー熱がねちょっと冷めて今はもうほとんどあんまりこう関心がないというかそういう状況にあると思います。
今せっかくね森保ジャパンがこれだけ日本にサッカーを盛り上げてきてる盛り上げてくれたんですけど、この熱をどう維持していくのかっていうのが一つの質問で、もう一つの質問が、ドイツワールドカップが終わった後の帰国会見で当時の川淵会長がオシムさんってポロリとおっしゃったんですが、今日田島さんは次期監督をポロリというつもりはありますでしょうか。ありがとうございます。まずなでしこが優勝した2011年、その時に、多分もっとしっかりとしたものをやって継続した人気を保てる必要があったんじゃないかということをおっしゃったんだと思いますが、その時のできることっていうのはもうかなりやってくれたとは思ってますが、残念ながら、女子サッカーの波っていうのはこう周期的に来ているというふうに思ってます。ベースとしてはただその男子であれば J リーグであり、女子であれば WE リーグできてまだ2年目です。そういう意味ではそこがしっかりと盛り上がっていくということが大切で、そのプロリーグがなかった時代から今はある時代になり、そして今度ニュージーランドで来年ワールドカップが行われます。それに向けてしっかりと我々サポートしていきたいというふうに思っています。そして、吉田麻也キャプテンもみんな各クラブで頑張れと、そして露出もしろと、子どもたちのサッカーやる子たち増やそうとまで言ってくれました。まさにそういうことを我々がやらなければいけないんですが、今日本サッカー協会アプリを JFA アプリをやってます。そこで先ほど の質問にありました JFA TV だとかもしっかりと見ることができますし、さまざまなプロモーションのビデオとかも置いてあります。ぜひ皆さんに入っていただき、無料ですから入っていただいて見ていただきたいなと思ってます。そしてサッカーを始めるお子さん、女の子も男の子もスターターキットっていうのをそのアプリからいろんなところでこう申し込んだりすると、いくつかのチャレンジゲームみたいな形でやっていくと、そのリュックサックとボールが入ったセットがもらえるようになっていますので、ぜひそういうものにトライしてもらいたいというふうに思ってます。その他幼稚園や保育園を巡回指導するのを各県協会とで今やっているところです。そして小学校の体育の授業で、サッカーをやっていただけるようにその特別な教本と、指導者の養成も行っているところです。それをしっかりと今力を入れてこの日を消さないようにしていきたいというふうに思っています。もう一つの質問はどうしようかなと思っているんですけど、この先ほどもうちょっと触れましたが、この前回2018年のハリル・ホジッチさんの監督交代の時から日本サッカー協会は監督の選任っていうのを、その当時会長の選任事項としてもちろん最終的には理事会で決めたわけですけれども、技術委員会でしっかりと議論し、そしてその後会長と数名の方と反町委員長とで議論した上で理事会にかけるというふうな新しい決めをやっております。ですから僕から誰かなんか今ここで出ちゃうってことはありません。ここはもう反町監督がしっかりと考えてこれから進めていってくれるというふうに思っています。はい、皆様、それでは以上で会見の方を終了したいと思います。本日は遅い時間にもかかわらず、取材にいらっしゃいましてありがとうございました。引き続きサッカーの方のご取材の方よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。